こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は大正時代の食生活について詳しく紹介していくぜ。グルメ界来た。先日の動画では大正時代全体の主な出来事を紹介してくれていたけど、今日は特に食事に注目して紹介してくれるのね。ああ、先日の動画でも話したが、大正時代はたった十数年間しかなかったにもかかわらず、明治と昭和に挟まれ、いろいろなことが移り変わっていった、まさに激動の時代だったんだぜ。そしてそれは政治や家族のあり方だけでなく、人々の最も身近な、食生活にも大きな変化があった時代だったんだ。今日紹介するものの中には、そんなの食べていたの?から、その頃から食べていたんだ。ってみんなが思うものがあると思うぜ。なんだかとっても楽しみになってきたわ。ぜひぜひ詳しくお願いね。動画が面白いと感じてもらえたら、再生途中でもぜひチャンネル登録をよろしくお願いするんだぜ。高評価もお待ちしております。それじゃあみんな、ゆっくりしていってね。グルメの話に入る前に、まずは簡単に大正時代をおさらいしておくぜ。オッケーよ。大正は1912年大正元年7月30日から、1926年大正15年12月25日までの、わずか15年弱の時代だったんだぜ。けど、この短期間にいろいろなことが変わったのよね。そうだぜ、人々のファッションや住宅にも洋風要素が取り入れられていったし、尋常小学校の6年間が義務教育と定められたことから、教育水準も上がった。1914年からは日本から離れたヨーロッパで第一次世界大戦が始まり、戦争特需で日本の景気もめちゃくちゃ良くなり、物価も高騰した。お給料も上がったけど、物価がそれ以上に上がって国民は不満いっぱいだったのよね。ああ、そしてそれが大正デモクラシーへと繋がっていったわけだな。まあ政治的な話は前回の動画でしたから割愛するとして、大正時代は女性が社会進出を始めた時代でもあった。都電話交換手などで働く女性たちが、おしゃれな洋服を着て、バッチリメイクをして、都会をかっ歩し始めた時代だったんだぜ。そういう女性たちを、モダンガールって呼んだりしたのよね。明るい話題ばかりではなくて、都市部と田舎で格差が拡大して貧困が問題になったり、スペイン風邪によるパンデミックや関東大震災など、暗い話題もたくさんあった時代なんだぜ。まあ詳しいことは前回の動画も合わせて見てもらえるとわかりやすいと思うんだが、大正時代は政治、暮らし、教育、働き方、本当にいろいろなことが短期間で変わっていった。まさしく激動の時代だったんだぜ。そんな激動の時代を生きていた人たちがどんな食事をしていたのか、すごく気になるわ。紹介お願いね。よし、それではいよいよ、グルメの話題に入っていくぜ。大正の三大洋食。大正時代といえば、洋食が流行った時期でもあるんだぜ。今日はその中でも特に人気だった、三つの洋食について紹介しよう。ちょっと待ってよ、日本に洋食が流行り始めたのって、文明開化、つまり明治時代頃からじゃないの?霊夢が言っているのは西洋料理のことだな。西洋料理と洋食って違うの?一般に日本で洋食と呼ばれているものは、明治期以降、西洋料理を日本に定着させる過程で日本風のアレンジが加えられて誕生した、いわば和洋折衷料理のことを指すんだぜ。明治時代初期に日本に入ってきた西洋料理だが、これを味わうことができたのはほんの一握りの特権階級だけだった。しかし明治時代後期に入ると、庶民の生活の中でも西洋料理を楽しむ気風が見られ始めるようになるんだ。敷居が高かった西洋料理が、日本の食材や調理法でアレンジされていき、庶民に愛される西洋料理となったんだぜ。そういうことだったのね。それで、大正時代はどんな洋食が人気だったのかしら?大正時代で特に人気を博したのが、とんかつ、カレー、コロッケの3つなんだぜ。わぁ、どれも大好物よ。この3つは、令和の現代でも老若男女問わず人気があるメニューだよな。この3つは、どんな西洋料理を日本風にアレンジしたものなの?とんかつはヨーロッパのカツレツをアレンジしたものだぜ。もともとは牛肉か鶏肉にパン粉をはたいて揚げ焼きにする料理だったんだけど、日清日露戦争の影響で日本では一時期牛肉が不足していたから、豚肉が使われるようになっていったんだぜ。そうだったのね。カレーの元祖はご存知インドのカレーだが、日本には当時インドを支配していたイギリス経由で伝わってきたんだぜ。カレー自体は明治時代にすでに陸軍学校の食事として食べられていたんだが、カレー粉自体がイギリスからの輸入品しかなく高価だったから、なかなか庶民が手が出るものではなかったんだ。カレーが高級品だった時代があったなんて、なんだか信じられないわね。だが1905年明治38年に国産のカレー粉が発売されるようになり、一気に大衆化が進んだんだぜ。カレーライスだけでなく、カレーうどんやカレー南蛮などが誕生したのもこの頃なんだ。
カレーうどんも大正時代からあったのね。これはちょっと意外だったわ。そしてコロッケはフランス料理のクロケットが元祖なんだが、クロケットはジャガイモを使わずに、ベシャメルソースを使う料理なんだ。芋を使わないなんて、コロッケとは全然違うのね。元祖はクリームコロッケって感じだったんだ。なんでジャガイモを使うようになったのかしら？これは調べてみたけど、はっきりとしたことはわからなかったんだ。ただ時代背景として、当時第一次世界大戦の影響で米の値段がかなり上がっていて、一般家庭の食卓には米の代用として、ジャガイモが浸透しつつあったようなんだ。だから手に入りやすい価格のジャガイモを使うようになったんじゃないかと、私は思うぜ。この辺のことを詳しく知っている視聴者さんがいたら、ぜひコメントで教えてほしいわ。これらの洋食は、主婦が読む料理雑誌の中などでもよく紹介されるようになっていき、一般家庭でも広く食べられるようになっていったんだぜ。ミルクホールの出現。お次はミルクホールの紹介をしていくぜ。ミルクホール？なんなのそれ？ミルクホールはアメリカで流行っていた飲食店の形態を真似したもので、牛乳と軽食を提供するのを目的とした、簡易的な形態のお店のことを指すんだ。牛乳？ああ、それでミルクホールって呼ぶのね。でも牛乳をメインで提供するお店なんて、なんだか珍しく感じるわね。コーヒーとかお酒ならわかるんだけど、牛乳が飲みたい。ってお客さんはそんなにいないんじゃない？いや、そうでもなかったんだぜ。明治時代の頃から、日本政府は日本人の体質改善を目的として、牛乳を飲むことを推奨していたんだ。ミルクホールはこれを受けて、各地に誕生したってわけだな。国が牛乳を推しているから、国民も牛乳を進んで飲むような雰囲気があったってことね。明治から始まり大正で流行ったミルクホールは、関東大震災後に喫茶店の形態が流行り始めるまで、たくさんの店舗があったんだぜ。ちなみに軽食って、どんなものを出していたの？ミルクホールで出されていた軽食は食パンなどのパン類、みかん、豆菓子、スープ、あとシベリアとかだな。シベリア、密かに好きなお菓子よ。これも大正時代にできたものだったのかしら？シベリアは実は謎多きお菓子で、発案者や名称の由来などが未だに分かっていないんだが、大正時代ではどこのパン屋でも作られていて、子供たちの人気も高いお菓子だったそうだぜ。そうなのね。牛乳を飲むためのお店、ミルクホールか、現代では見かけないから、新鮮な情報だったわ。現代では、原宿とかで、ミルクホールを期間限定で復活させるイベントとかを、たまにやってるみたいだな。機会があったら、ぜひ行ってみたいわ。カルピス登場。みんな大好きカルピスだが、カルピスが発売されたのは1919年大正8年のことなんだぜ。体にピースのカルピスね。でもまさか100年以上の歴史があったなんて、正直知らなかったわ。大正時代のカルピスって、どんな感じだったのかしら？カルピスって言うと、白地に水玉の爽やかなデザインのイメージだが、大正時代のカルピスは、陽明酒のような下膨れの瓶に入っていて、ミロのヴィーナスが書かれた紙箱に包装されていたんだぜ。なんか今と全然違うわね。子供向けの飲み物ってより、高級なお酒の感じすらするわ。実際、結構な高級品だったぜ。発売当時のカルピスの値段は、大瓶 400ml で1円60銭。当時は約 170ml のラムネが8銭、180ml の牛乳が10銭だったから、カルピスはとっても高価だったのがわかるんだぜ。1円って100銭よね。ってことはカルピスは160銭、ラムネ8銭、牛乳10銭と比べると、確かに高級品だわ。だからカルピスは贈答品として好まれたようだな。まあ容量は 400ml だが、薄めて飲むのが前提だし、ある意味経済的だということで、一般家庭でも買っている家は多かったみたいだぜ。お母さんが作るカルピスはめちゃくちゃ薄いから嫌なのよね。それでこっそり自分で濃いめに作るんだけど、それがバレて怒られたことがあるって経験をした人間は、私だけじゃないはずよ。カルピスあるあるだな。ちなみに、カルピスを一躍有名にしたのが、初恋の味というキャッチフレーズの広告だったんだ。これは発売から3年後の1922年大正11年の広告だったんだけど、当時は大っぴらに恋という言葉を口にするのがまだはばかられるような時代だったから、この斬新さが逆に話題を呼んだらしいぜ。結構攻めのキャッチコピーだったのね。でもとても素敵だわ。爽やかさを感じさせるあの水玉模様が使われ始めたのも、この頃なんだ。カルピスを知らない、っていう日本人は多分いないんじゃないかしら？こんなに有名なカルピスができたのも、大正時代だったのね。ビール爆伸び。現代でも愛飲する人がとても多いビールだが、実はビールがよく飲まれるようになったのは大正時代からなんだぜ。ビールって、大正時代に外国から入ってきたの？いや、
ビール自体は実は江戸時代にすでに伝わっていたんだぜ。え、そうなの？ああ、江戸時代、18世紀頃に蘭学と一緒にビールは伝わり、そこから試作が始められていたというぜ。思ったよりも随分昔に日本に入ってきてたのね。と言ってもビール作りをしていたのは最初は蘭学者ぐらいで、本格的なビール醸造が始まったのは明治時代になってからだ。明治時代になると、キリンやエビスなど現代でも有名なビール会社の前身となる会社がどんどんできていくんだ。私も知っている、有名なメーカーだわ。それでもまだビールは高級品で、一部の金持ちや外国から来た人向けに飲まれているものだったんだが、大正初期の第一次世界大戦がきっかけになり、一気に大衆化が進むんだ。なんで第一次世界大戦が関係あるの？第一次世界大戦でヨーロッパが戦場になると、ヨーロッパからのビールの輸入が途絶え、輸入国である東南アジアやインドは困ってしまったんだ。そこで日本がヨーロッパの代わりに、それらの国へビールの輸出を行うようになったんだ。日本にとってはラッキーな状況だったのね。そういう背景もあって、ビールの生産が爆発的に伸び、次々と新しいビール会社もできていった。大量生産が進むと、一本あたりのコストも当然下がる。これによって、庶民もビールを楽しむことができるようになっていったんだぜ。そういうことだったのね。ちなみに大正時代のビールって、どのぐらいの値段だったのかしら？現代の価値で換算すると、大瓶1本1200円ぐらいって感じだな。明治時代の頃はグラス1杯で1500円ぐらいしたそうだから、それを考えるとかなり安くなったんだぜ。大瓶1200円か、現代よりはちょっと高いけど、確かに手が届かないってほどではないわね。その後も各社の価格競争で、どんどんビールは安くなっていったんだぜ。ビールがないと仕事なんかやってらんない、って人も多いと思うわ。大正時代から、ビールは日本のサラリーマンを支えていたのね。おやつは何を食べていたのか？次は、大正時代によく食べられていたおやつについて紹介するぜ。この頃から、果物類のことを水菓子、加工して作る甘い食べ物のことを菓子と区別して呼ぶようになっていくんだぜ。やっと来たわね、おやつ、スイーツ、一体どんなものを食べていたのか、気になるわ。食事が洋風化されていったことで、もちろんおやつにもその影響があったんだぜ。洋菓子は明治時代にすでに入ってきたものが多かったが、大正時代に入ってそれがさらに広まった感じだな。どんな洋菓子が人気だったの？大正時代はビスケットやウエハースといったお菓子が、一般市民にも親しまれていたぜ。ビスケットは乾パン代わりに軍で採用もされていたみたいだ。確かに、軽くて食べやすいから蛍光食には向いているわね。他にもチョコレートやキャラメルも広まったんだぜ。子供が大好きなお菓子ね。いや、それが大正時代のチョコレートは、当初苦味が日本人には合わないと言われていたんだぜ。けど需要があり風味も良いってことで、だんだんと浸透していったんだ。そしてキャラメルはなんとタバコの代用に、というキャッチコピーで売られていて、どちらかというと大人をターゲットにした商品だったんだぜ。タバコの代用に？それは意外だったわ。これらのお菓子は発売当初はとっても高価だったんだが、パッケージの見直しなどでだんだん価格が下がっていき、人々の間に浸透するようになっていったんだ。あとはアイスクリームも人気だったんだぜ。アイスクリームは当初は高級品だったんだが、大正に入ると製氷技術が発達して、アイス売りが往来を練り歩くほど普及したんだ。家庭でも、卵と牛乳をたっぷり入れたアイスクリームが作られていたんだぜ。アイスクリーム？アイスクリームの材料をブリキ缶に入れて、氷を張った桶に入れてハンドルでぐるぐると回し、急速に凍らせて作ったのがアイスクリームなんだぜ。家庭でもハイカラなおやつを作って食べるようになっていったのね。お金持ちの家庭では、クリスマスにワインを片手にクリスマスケーキを食べるようになっていたとも言うし、大正の終わり頃になると、フルーツをふんだんに使ったフルーツポンチも登場する。大正時代のおやつ事情は、かなり現代に近いものになっていってたんだぜ。フルーツポンチもこの頃からだったのね。ケーキにアイスにチョコにキャラメル、全部私が大好きなものばかりだわ。とまあ、ここまでは華やかな感じの話をしてきたわけだが、洋食を食べたり、砂糖たっぷりのおやつを食べられていたのは、あくまでも都会に住む富裕層や、中流階級以上の家庭のお話。前回の動画でも紹介したが、大正時代は深刻な格差が広がっていたから、貧しい人たちの食生活は、これとは違うものだったんだぜ。そうなんだ、その人たちはどんな食生活だったのかしら？次はそのあたりについて、詳しく紹介していくぜ。庶民とお金持ちの食事内容。外国の食事やお菓子が取り入れられていった大正時代だったが、庶民の感覚からすると洋食はたまに食べる贅沢品であり、普段の食卓にはご飯に漬物、焼き魚、味噌汁など、質素なメニューが並んでいたんだぜ。明治以前とそんなに変わらない献立ね。金銭的な問題もあるけど、
当時の日本人の消化器官がまだ肉に慣れていなくて、洋食を食べると胃もたれする人が多かった、って理由もあるらしい。そして貧しい家庭からすると、先ほど紹介したようなおやつは高根の花で、そういう家庭では孵化した芋や野菜、干し柿などがおやつで、あとは子供たちが自分で山に入って、木の実を取ったりしていたらしい。お小遣いを貯めて、ごくたまにあんこ玉やハッカを購入するのが子供たちの楽しみだったそうだ。他にはお祭りの時にだけ買える、落花生を水飴で固めた豆板を大切に少しずつかじって食べていた。っていう記録も残っているぜ。貧しい人たちの間では、洋風化はあまり関係なかった感じなのね。一方、都会に住むお金持ちや家族の食生活は違っていた。そういった裕福な家庭では、主婦たちは日常的に洋食を作り、子供たちは先ほど紹介したような、キャラメルやアイスクリームなどをおやつとして食べていたんだぜ。まさに天と地の差ね。こういった貧富の差は、食事のスタイルにもそのまま影響していたんだぜ。食事のスタイル？霊夢は家族で食事をする光景って、今と昔ではどんなイメージがある？そうね、現代ではダイニングテーブルでみんなが椅子に座って食べるって感じで、昔は畳の上に正座して、ちゃぶ台で食べるって感じかしら。実はそのちゃぶ台で食べるスタイルなんだが、これは洋風のスタイルなんだぜ。え、そうなの？ああ、明治36年頃から、政府は日本の西洋化を推し進めるために、ちゃぶ台の使用を推し進めていたんだ。そしてそれが大正時代に入って、一般家庭や飲食店で普及していくことになったんだ。ちゃぶ台ってなんだか日本の文化、って感じがしてたけど、実は海外に影響されて始まったものだったのね。ちゃぶ台が広まる前は、日本人はどういう食事スタイルだったのかしら？ちゃぶ台が広まる前は、江戸時代から続く箱膳というスタイルが一般的だったぜ。箱膳？これは文字通り、箱なんだけど、普段は食器を入れている箱なんだ。食事の時間になったら、箱から食器を取り出して、箱の蓋をひっくり返して、その上に料理を置いて、お膳として使っていたんだぜ。あ、なんか時代劇で見たことあるかも。ちゃぶ台が広まる前は、一人一人独立して食べるスタイルだったってことね。大正時代になってちゃぶ台が広まっても、貧しい農村部では江戸時代と同じ、箱膳が主流だったんだ。まあ、農村では1世帯あたりの家族の人数が多くて、物理的にちゃぶ台を囲むのが難しい、って理由もあったと思うけどな。マリサは大正時代は貧富の格差がすごかった、って言っていたけれど、実際のところ、どれくらいすごかったの？そうだな、都会で家族がワインを飲み、とんかつやカレーやコロッケを食べ、デザートにアイスやケーキを食べていた頃、貧しい人たちは栄養失調に陥り、年間2万人の餓死者が出ていた。そんな感じだな。めちゃくちゃ深刻じゃない。食事がある程度取れている人たちでも、当時の食事はカロリーのほとんどを米、麦、芋、大豆などから取ることが多く、動物性タンパク質や脂肪の摂取が少なかったんだ。カロリーが足りてても、栄養素的にはあまりよろしくないわね。そうだろ？だから当時の庶民の人々の体格は貧弱な人が多く、栄養不良から来る感染症にかかってしまう人も多かったんだ。もちろんそのまま命を落としてしまうことも多く、大正時代の平均寿命はなんと、男性が45歳、女性が47歳しかなかったんだぜ。現代の半分ぐらいの平均寿命だったのね。栄養状態のヤバさが伺えるわ。さて、今日は大正時代の人々の食事について紹介してきたわけだが、どうだったかな？霊夢。そうね、意外と現代と共通するところが多かったんだな、って感じたわ。私たちが日常的に食べている洋食やおやつが、実は大正時代に確立されたものだったなんて、全然知らなかったもの。そうだな、大正時代に登場して、今も愛されている食べ物はかなり多いよな。でもそういうのを口にできていたのは裕福な人たちだけで、その一方で年間何万人も餓死者がいたっていうのは、衝撃的だったわ。平均寿命も今とは全然違うし、本当に現代に生まれてよかった。こうやって歴史を振り返ってみると、食生活が進歩してきたのがよくわかって面白いよな。私たちの今の食生活も、100年後の人たちから見たらありえない、とか言われているのかしら？そう考えると、ちょっと面白そうだわ。このチャンネルでは今後も、歴史に関するいろいろなことについて、紹介していくんだぜ。みんなも大正時代の食事についてのトリビアがあったら、ぜひコメント欄に書いていってね。チャンネル登録もしてくれたら、嬉しいんだぜ。それじゃあまた、次回の動画で会いましょうね。最後までご視聴ありがとうございました。